キリュウさん、コーヒーと紅茶だったらどっちが好き？のんびりお茶しながら何時間でもおしゃべりできますけど、男の人はそういう目的がないの苦手って人も多いから。なるほど。私、紅茶がとにかく好きなんです。毎日10杯ぐらい飲んでますよ。まあタンニンが入ってますから多少貧血になったりもしますけど。そりゃ紅茶教室に通ってますから。何？美味しい紅茶の入れ方とか。お湯は必ず沸騰したてで、ティーポットも鉄製のは使っちゃダメとか、そういうの。おお。でしょ？そういうの勉強して、うちでティーパーティー開くのが目標なんです。キリュウさんもやってみない？絶対楽しいですよ。それならなおさら呼べばいいじゃないですか。普段飲み慣れてない人に紅茶を楽しんでもらう会にすればいいんですよ。グラスからですけど、どうします？私もまだ桐生さんと一緒にいたいかな。私、かっこいい男性と付き合いたいって思っても、結婚したいとか子供が欲しいとかって全然思わないんですよね。そうか。なんかそういうのじゃなくて、男の人とエッチなことをするのが嫌なの。キスをするのも嫌なくらいだし。どうしてって、なんか気持ち悪いじゃないですか。キリュウさんはやっぱり自分の彼女とはそういうことしたい？
いや。ですよね。大人なら誰でもそういうことに抵抗ないとか思ってる人が本当多くて、下ネタ振ってくる男とかマジうざい。そうだな。キリュウさんも友達とそういう話したりするんですか？ああ。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。さん、それじゃまた後で。いらっしゃいませ。
Let's get to the stone! Hey! 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 Let's get to the stone! Let's get to the stone! I saw a light, touch and together, 行き交う日常繰り返し、どうせつけたような言い訳じゃ何も変わらない。残業、徹夜、犠牲、犠牲、僕らの自由取り潰し、夢に見てるのが年金じゃ未来比べ。残高もフューチャーもない。
ずっと聞いてたいぐらい。わかった。ありがとうございました。すいた。疲れちゃった。お兄さん発見。今日の俺は気が立ってんだ。地獄に送ってやるよ。Yeah!
殴らないでください。ごめんなさい。疲れちゃった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あの、はい、今じゃないんだ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ねえ、いただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。
美味しかった。またね。会いたかったよ。
そうなの？楽しかった。またね。待て、行けるな。行かすかよ。いらっしゃいませ。キリアさん、待ってたよ。いつもありがとね。
キリュウさんだけだよ。何頼みます？お疲れ様。何が出るかな。街で見かけたあいみちゃんって子、覚えてます？ああ、なんていうか、すごい人気なんですよ。私、あっという間に順位抜かれちゃいました。そうか。ですよね。私も最近イケてきてますから、次は絶対負けませんよ。どうだ、ナンバー10です。おお、そうなんですよね。だから私、もっとシフト増やそうかなって。なるほど。それは大丈夫。私、この仕事始めてからまだ一度も入ったことないのが自慢ですから。おいおい。でも、そういう風に後輩に抜かれて悔しいって思ってるの、私だけじゃないんですよね。考えてみれば、今まで私が抜いてきた先輩たちもみんな思ってるわけで、ひょっとしたら私、嫌われてるかも。ひょっとして、うちの店の子ってみんなすごいんですよ。その日のお客の要望に応じてドレスやメイク、髪型まですぐに変えちゃうの。一旦裏に引っ込んだかと思ったら、次出てきた時には別人みたいになってて、え、誰、新人って思っちゃったくらい。なんだと？そっか、じゃあ私も負けてらんない。キリュウさんはどんなのが好きですか？いや、そういえば、はい、どうだ。普通にスウェット。そうか。
ああ、私よく部屋でダンスの練習とかしてるんですよ。だから動きやすい服装の方が良くて。俺もだ。でしょ？いちいち着替えてたら面倒ですし、そんな汗かくほどにはやりませんしね。なるほど。私、あんまり服を持ってないんですよ。え？全然、ほんと必要最低限しか持ってなくて、うっかりクリーニング出すの忘れたりすると着るものなくてほんと大変なんですよ。俺もだ。ですよね。みんな案外そんなもんですよ。おしゃれな人でもちゃんと注意してみると割と同じ服を何度も着てたりとか。ああ、この仕事もドレスだからなんとか成り立ってますけど、私服で接客する店とかだったらアウトですね。ああ、でしょ？私服でいいよとか言われても丁重にお断りしますって感じ。これでもし太ったりしたら持ってる服全部着られなくなりますから、体型の維持が割と命がけですよ。まあ、おかげで服にお金使わなくて助かってますけどね。なるほど。でもたくさん持てるんだったら持ちたいですよ。私の場合しょうがなく節約してるだけで。待ってるからね。